はい、皆さんこんばんは。パワープロ2023阪神タイガースペナント続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあね、いつも通り出番でチャンスになると俺がプレイしていく。よろしくです。先発はこれは秋山でいきましょう。でどうしようかな。でちょっとね、打順とかこれ入れ替えておきました。ベース面な、ベストオーダーこんな感じ。木浪と坂本がまあ逆になったって感じだね。あと栄田をね、あの梅野の代わりにあげました。梅野の顔色がでコンディションがあれだったんで、一回下げてリフレッシュの意味も意味合いも兼ねて栄田という感じですね。まあこれでいいでしょう。行きましょう。はい、いや栄田はね、育成戦といかんからマジで。基本は坂本でね、行きたいと思いますけど。さあ今はね、もう西君の、まあ、代わりといったらちょっと語弊が生じるかもしれへんけどね、もう西君の分までめちゃくちゃええ働きをしてくれてます。秋山がね、西の防御率、あ、西君の防御率が4点台やからな。その分秋山は2点台、素晴らしい。こんなの来るとは思わんやん、真ん中に来るとは誰も思いまへんやん。マジか、そらこっち見るわな坂本も。いや一球目仕留めれんかったんがでかすぎうちやな。そして3番はテルにしました。はい、ノイジーがね、やっぱ満塁男持ちなので5番の方が適性あるかなと。うい、カキーンと行きたいところではあるんですけどね、今のボールゴミクソボールだったわ。あー、とんでもないとこ振ったな。またいや、ライアン打ちづらいな。いや、ライアンガチで打ちづらい。これはまたなかなか変わる気配なさそうやで。ここまで投手戦やったらな、めっちゃ打ちづらいわこのピッチャー。菊池すごいな。え菊池ってあんな打率高かった。3割7分9厘で内川やん、2008年のな。打ちすぎだろお前。いや坂本ようやっとるわマジで。2割5分5厘ガチでようやっとる。オッケーオッケーオッケー。コントロールはさだまさし。これは抜け抜け抜けるよね。それは斜めジャンプしないっすよね。 CP さんは無能ですから。斜めジャンプしたら取れるのにな。これもいや怪しいか、取れるか。さあここでイオゴジラだ。4割1分2厘、9番目の野手ですよ。お、ウエスト、スクイズせんぞお前。打つ気満々やからな。打つコースしか考えてないんでね。はい、自援護でーす。これぞイオゴジラ。二刀流ガチで野手転向。いや、このまま使い続けた方がええわ。ピッチャーでもめっちゃええしな。これガチで大谷やん。甘すぎー。なんで見逃した。抜けていく。さあ、ノーアウト満塁。Z?いや、言わんとこは。余計なフラグは立てんとこ。うーわ、めっちゃ甘いけどな。差し込まれたね。うーわ、またくっそ甘い。なんでそれが流しに。振り遅れたらいかん球やったけどな。最低限すぎる。素晴らしい中野。もうスクイーズと一緒やこんなんな。完璧。ほんでテルがもうぶち込んだらしまいということですよ。仕上げはやはりこのテル、メインディッシュ。うえー、おかわりいかがっすか。デザートはまだですよ。むしろこれメインディッシュにもなってないかも。前菜かもしれへんな。
まだまだ続くよ攻撃はと。あ、続かんかったな。キチャーミエセス、ええな。さあ頼むで中野。これはかー、これは村上。こっちの村上はそれなりに打っとるな。もう打率こそくっそ低いけど。いや怖い怖い怖いよ大勢。ナイス。これで横浜と何ゲーム差や、うん、始まる前なんぼやった？ 1.5 とかよな。いや秋山マジで素晴らしいね。まあ、クソみたいな特能が軽い球しかないからな。あとは緩急丸とかついとるから、割りかしやってくれとるわ。秋山大勢ミエセス、いやミエセスがノリノリ終わったとはいえようやっとるよな。あマルチやし、坂本もマルチ、12アンダー、素晴らしいね。いやこのね、ほんま中野が上げてきたんでかすぎ。中野とノイジーがな、まあ、ノイジー4タコやけど、ガチで2割前半から4持ちなの 2.5 ゲーム差か。いいねいいね。島田選手ノリノリなっても今はちょっと熊谷、そう熊谷枠なんよな。上田とか島田はまあそれやったら俺は熊谷推しなんで熊谷でいいかなという感じやな。で今回は西いきますわ。ああ西行こう。大山とテルが、うわ小野寺調子がいいな。ミエセスごめんマルチアンダ打ったミエセス翌日に変えるという暴挙に出ますけど、ゲームだからこそ許される。でもテルは変えれんしな。これでいきますわ。出番設定はこれ誰にしようかな。久しぶりに中野とかでもいいかもしれんけど、まあ小野寺かな無難に。いや小野寺もいいか。うわこれは中野かな。うん、ちょ中野させてくれみんな。牛子いや小野寺な、リアルの方でもほんまもう2軍でやることないけど1軍でも打っとるしな。出番がめっちゃ少ないけど、ようやっとる。で守備はもう申し分ない。守備はね定評ある選手なんでうまいんですけど、打撃もほんまようやっとるで。いや小野寺こそな、もうほんまガチで育成戦といかんやろ年齢的に。ほんまこのまま一軍帯同してほしいものですけどね小野寺は。2割8分3厘、なんか現実の中野みたいな数字になってきとるな。だんだん寄せにいってるわゲームがリアルに。素晴らしい。ゴールオッケーよみたいな。見ていいな、見ていい。さあバッティングカウント、クソボールクソボール、振っていいか。次振りたい気持ちは山々です。そしてサンタナなので中野は余裕で二塁に到達と。いやいや吉村打っとるやん阪神阪神キラーの吉村がボコボコにしてますね。ボコのボコよ。おれこれは正面すぎ。なんで他球団は吉村を打てるんほんまな、意味わからんねえけど。うわ西江やたらほんま阪神戦の時だけいいピッチングするな。ピッチャー出てきよったでほんま。またな、あやめてほしい。ボール今のよう見た。バントでもええけどな。いやーストライクがよ今の。ゲッツーはないだろう。これはまあ近本ナイスナイスナイス、まあバントですねほぼ。負けたくはないぞこの試合。西がなんやかんや言うて抑えとるし。ボール、クソボールクソボールクソボール多いな今回な。
これはもう見逃す、あれは絶対無理です。僕はさばききれません。長打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 、三塁いける三塁いける、青木だろこれ、サードいけるサードいける、無理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 、さすがに無理や。打球速度がちょっとありすぎたかもな、これ早すぎたもん俺な。真っ二つだったんやけど、うわ点入らんのか。よし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 、甘い、真ん中高め、あの球よう見るわ。ほんでおなばくガチでゲームしてるなパワープロさん、全然リアルじゃないっすよこのゲームね、マジでゲーム、いかにもゲームらしいな今の。うぃー、俺の島本が抑えてゲームセット。リアルでも島本ほんまにめちゃくちゃええっすよ今な。運もあるんやろうけどな今は。それでも島本ようやっとる。森下本日3打点の大活躍、森下つこてへんぞ途中出場から結果を残していく。いやガチで今森下欲してる感じやからなこれ。ああミエセスと森下の起用法はマジでやばいっすよ今。リアルでこんな起用をやったら多分ボコボコに叩かれると思う。なんでお前森下とこんだけ打っとる森下とミエセス起用せえへんのってな。2人とも3割5分超えやで、まあ、ノリノリ補正があったとはいえな。さあ西君防御あとちょっとでコントロールしいっすね。何の情報これ、まあ、オールスターはめちゃくちゃどうでもいいですね。スキップ安定。さあ本日ラストいきましょう。相手はピーターズか、厄介なピッチャーやぞこれまた。でノイジーの代わりにほんなら森下つこてくか。で坂枝は好調やけどまあ今坂本がっていいですねまたな。で、サードにテルを回しましょう。で5番ミエセスにしていきたいと思います。はい、これ見てこの2人やばくね、3割6分だったわ、すごいな。で、ピンチですね。いやサムネ今回誰にしようかな。別に阪神の選手じゃのうてもいいんやけど、こんだけな今調子よかったら阪神の選手にしてまうわな。ほら誰にしよう、中野とか全然してへんから中野でええかもな。な阪神の顔と言うべき存在の中野をまだ一度もサムネで起用したことがないというね、バカだろう中野には申し訳ない。ヤクルトほんまオスナだけ打っとるな。青木1割9分1厘、まだバントしてくれん、助かる青木で。はい高津采配ありがとうございます。さあ外国人にやたら厳しい高津さん、俺と同じじゃないですか外国人に厳しいういーここで村上、まあな打率こそしょぼいけど打点55打点はえぐいな普通にな。これは普通に山田勝負でもいいかもしれんなと思うんやけどな。まあ初回やしな、勝負していくしかないわこれ。全部臭いとこでいいと思うわ。ああマジ、そうそうこういう球でいいのよ。で一球クソ外し、いいよ。で最後はもう一回このスライダー、ああーマジか、それ打たれたらもう投げる球ないんよな。エッチしよーい、はいはいはい、やってしもたね。これをやったらいけんのよの、まあ、鉄と山田しょっぽ、マジ早熟やな。三冠王を取った時の山田はいずこへ。
うーわ、そんなん言うたら打たれましたかな。えぐい。やっぱ変なフラグは立てんようにすべきですね、これね。変だな、ネガキャンしたらなんか、あれやわ。相手にもっとリスペクトある発言をしていきましょう。オスナはもうリスペクトの塊やね。こんなんリスペクトせん方がおかしいよ。打つで打つで打つで打ちまくるで。これ誰だ。いや、青柳さんいけ。おい、怖いな、送球はな、ほんま、青柳さんな、ワンバンで投げて。さあ、ちょっとね、リアル青柳さんみたいにちょっと初回崩れてしまったんですけど、相手はほんで厄介なピーターズやからな、うっといぞ、これ。さあ、ノーアウトでまたピンチ。また大きいかよ、これバントしてくるんちゃう、また。してこんか。いや、塩見ほんま、うっとうしいわ。投げづらいな、左の時。これは取れるぞ。誰中野か、中野行くんか。大山でよかったけどな。さあ、サンタナ怖え。オスタナがマジで怖いんやけど、そのオスタナを打ち取りたいね。オスナはどこや、そういや。村上さっき出とったな、うん、村上さん怖いね。これは木浪の守備の見せどころやで。セーフ。足は速い。ダブルスチールはないな。 OKOK 日ハムみたいに危ない。てる。はい、取れんか点。いやー、得点圏には進めるんやけどな。一本でんな、やっぱピーターズうぜ。いや、苦手。ピーターズマジやばい。4安打で封じ込められてるわ。またお前か。なんぼほどお前自分と勝負せないかんねん、これな。青柳帰るわ、もう。ハマチ行きたいね。いや、これ何回やったっけ。8回でしょ。ハマチかな。岩崎やな。岩崎でしょ、これは。普通に。好調といえど、まだ岩崎の方が能力高いんで、岩崎で。甘いぞ、それ。投げた瞬間に分かるクソドアマイゲロアマボール。はっ、森下。オッケー。鉄と山田ピッチャー。いや、もうこのまま行きましょう。はい、一球外し。はい、見るか。中野の OKOKOK とは言うものの負け取るんすよ。ダメか。いや、やっぱピーターズいいピッチャーやで。これはヤクファンポジれますわな、この外国人。いや、外国人全員有能やん、ヤクルトな。サイスニードもえぐいし。くっそー、ピーターズええピッチャーやで、これ欲しいわ。見た目もかっこいいしな。まあ、勝ち越したんでよしとしましょう。青柳さん、防御率2点台前半で7勝6敗って。勝ってる、勝ったり負けたりずっと繰り返してるな。うわ、中野は褒めたらこれかい。いや、ミエセスと森下も褒めたらこれか。なあ、めっちゃようやっとるって言った3人が全然だったわ。中継ぎはやっとなんかまともになってきた。安定感出てきたね。あんま失点せんようになったわ。劇場はするけど。点は取られてないんでいいでしょう。さあ、ケーラーのコントロールが上がっていく。
体勢のコントロールも上がっていくと。はい、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。次回ね、横浜戦から続きやっていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。